とりあえずほら、寝よう。10時まででいいんやけど。そんな風には刻んでくれないの。人んちの前で寝る。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。はい、春の月19日目。さあ、とりあえず。あ、じゃがいもを植えれていなかったから。植えれていなかったから消えてしまった。あ、そうそう、拾ったビワをちょっと。違う、食べないで。まだ何の体力も減ってないはず。ちょ、待って、はい、出荷。く、一個減ってしまった。とりあえず水やりをやっておこうか。と？水やりをして、さあ、今日はどうしよっかなぁ。あ、てか、あれなんよね。女神様のところに行って、女神様ともちょいちょい会話をしてさ、有効度を上げたいなって思うんやけど、大樹の根元ってどこやったっけ？根元？根っこ？どこから行けるんやったっけ？なんか、いまいち把握できてないんよね。大丈夫かな？足りるかな？あ、咲いた！やってよ、マーガレットがやっと咲いた。てか、あれなんよ。今月さ、この、どこだったかしら。あ、そう、カレンダーで見たらさ、この28日に、この春の作物を競うコンテスト、春の作物コンテストっていうのがあるけんさ、作物、なんか一部出荷せずに置いとかんといかんのかなって思うんやけど、でもあれなんよね。多分、どうなんやろ。長時間持っとったら品質落ちたりとかするかな。なんかそういうのがあるんやったらさ、あんまり前から取っといてもあれやなって感じなんやけど、どうだろうか。いいね、マーガレット。とりあえず、よいしょ。なんか今までのシリーズの女神様ってお花が好きやったけど、ここの女神様はどうかしら。どうなのかしら。毎朝2人は必ず通っていくの。とりあえずまあ元に戻しまして、品質的にはこれめっちゃ微妙なよね。ほら 0.5 やし0.5 やし、とりあえず、あ、一個だけ分けるとかできないのこれ。え、できんのかな。並び替え、え、違う。あ、ってことはあれか、これを持ったまんま行って、その場で渡すってせんといかん感じかな。なんか上の方やったよね、大樹の。でもあっちに行ったら、こう採掘場やけん、こっちの方か？え、どっち？ヒュルルン山？ヒュルルン山の山頂とかそういうこと？え、なんか違う方。あれ？雨降り出したし。おや、雨だ。しまったな。傘なんか持ってきてないぞ。まあ山の天気は変わりやすいというから。あそこに息がある。ちょっと雨宿りさせてもらおう。どれ？なかなか止まないな。お、くん。犬？あれ？どこからか動物の鳴き声が。このすぐ近くだ。カエル？もしかして犬。お、くん。いた！こんなところに。君大丈夫？大変だ。ものすごく弱ってる。今助けるからね。ここでじっとしているんだよ。ふーん。なになに、どうするの？少し落ち着いたかな。え？泥だらけの地面に座ってるけど大丈夫、伸びた。それにしてもなんで犬がこんな森の中に一匹でいるんだろう。野良犬じゃね、普通に。違うの。首輪がついているということは、ああ、確かに。もしかして。え、飼い犬？君、捨てられちゃったのかい？こんなまだまだ小さい犬なのにひどいことをする奴がいたもんだ。絶対許せない。よし、僕の家においでよ。しばらく僕が面倒見てあげる。もうマジで？何？君怪我してるじゃないか。こんなひどい傷どうやって。まあ山道だからね。弱ったな。こんな傷僕じゃ治せないぞ。人間用の病院でダメなんから。そうだ。こんな時こそドラえもんじゃないか。今助けを呼んでくるからね。またおとなしくここで待ってるんだよ。え、雨ざらしよりも連れてってあげた方がいいんじゃ。大丈夫だよ。必ず戻ってくるから。お腹が空いたらこのご飯をちょっとずつ食べるんだよ。いっぺん食べちゃダメだからね。いいね。ドラえもん。
掘っていっていいのかい？ドラえもん！大変なんだ。どうしたんだい？そんなずぶ濡れで。そんなことどうでもいいんだ。森で小さな犬が怪我してて、かなり弱ってて、助けてほしいんだ。なんだって？それは一大事だ。すぐ行こう。ほら、連れてくるよりも。これは、こんな大きな岩一体どこから上から落ちてきたんだろうね。さっきの雨で土砂崩れが起きたんだ。あ、晴れとる。ドラえもん！あの子犬はこの岩の向こうなんだ。ドラえもんなんとかしてよ。そんな時は、あれ？スーパー手袋がないぞ。なんだって？何？しまった。きっとスーパー手袋もあの時一緒になくしちゃったんだ。そんな、なんとかならないの？秘密道具もないし、あんな大きな岩ともなるとさすがに無理だ。この世界に来るまでは確かにあったから、きっと探せば出てくるはずだよ。よし。手分けしてスーパー手袋を探そう。そうだね。頑張って見つけよう。僕が。助かるの？待ってろ。必ず助けてやるぞ。犬。どうなったの？本当にこの向こうにいるの？いないんじゃね？避けたんじゃね？違う？てか、女神さんの場所どこ？あ、違う、マップこっちか。全然違うやん、場所。え、どこから行くんだ？ザーザー滝？こっちからなんかな？なんかもうあの場所にたどり着く方法がわからないんだけど。橋を渡って西採掘場、北東西線、違うんよね。ここか？こういうとこ通ったっけ？ザーザー滝壺。いや、通ってない。行けない。普通に行けない。え、てか、手袋は何？また、今ってことじゃないってことかな？クエストとかじゃなく？え、行けないんだけど、どうしたらいいの？どこなの？え、どこなの？どこから行くの？女神様のとこ行けなくね？どういうことや？もう永遠にたどり着けん気がする、あの場所に。書いてないしなぁ。もうそろそろあれじゃない？開くんじゃない？よ！元気か？元気元気。あ、みんな、揃って。どうも。行くところがあるの、家族で。おはよう！何言ってんだ。さっき一緒にいたじゃないか。とりあえずあの、鶴橋の強化がしたい。いい天気で遊びたくなるじゃろうが、牧場はしっかり世話するんじゃろ？わかってるよ。わかってますよ。とりあえずほら、寝よう。10時まででいいんやけど、そんな風には刻んでくれないの。人んちの前で寝る。はい、目覚めた。開いたでしょ？なになに？そんなのじゃ鍛冶屋は継がせられねえぞ。なんだって？鍛冶屋なんて継ぐ気はねえよ。別の仕事を探してやる。あ、ブラスの有効度が上がってけんかな。お前なんて二度と帰ってくんな。いや、なんでこんなこと言っちまうんだ。この二人見た目そっくりよね。親子ってすぐわかる。どうしたの？もう伸びたか。喧嘩なんてすまんねえもん見せて悪かったな。ねえ、止めに行かないでいいの？知るもんか。あいつが勝手に出て行ったんだ。だけど。でもスミスさんじゃない、誰やねん。スミックさん、なんでそんなこと言っちゃうの？聞かれてたか。あんなのは気にしなくていいんだ。でも、僕が探しに行ってくるよ。よーし！おい、気にしなくていいんだ。いや、そんなわけにはね。あ、いた。すぐそこかーい。全然遠く行ってないよ。ブラスさん？こんな近くで何してるの？あ、いやー、父さんの悔しがる姿を見ようと。なんで？そんなことせずに戻ろうよ。いや、俺はいろんな仕事をするんだ。ちょっと！いろんな仕事って何をするのさ。本当よ、何する気？素直じゃない。本当は仲直りがしたいはずやのに。あ、帰ってきた、早。どうしたの？いや、まあ今日はやめておこう。ほら、もう午後だし。なんだよ、なんじゃそりゃ。そういうこと？帰ってった。
解決するんならいいんだけど。なんだなんだ、早いお帰りだな。違う、今日はちょっと足が痛いからやめたんだよ。治ったら行くんだよ。そうかい、いつになるのか楽しみだな。なんでもいいだろ、とりあえず仕事をよこせよ。なんだかんだ仲いいね変な親子だな。まあほら、あの鶴橋の強化をしてよ。おう、よく来たな。ほら、何か作ってやろうか。はい、道具のグレードアップ。とりあえず銅の鶴橋を作っていただきたい。はい、ほらできたぞ。一瞬、すげえ、銅の鶴橋にグレードアップした。よっしゃ。のび太、お前に教えることがある。ん、何お前が今作ったのは今までよりいい道具だ。そうだね。まあそうだね。そんないいものを普通に使うだけじゃもったいねえ。どうするの？使うときに A ボタンを長押ししてみろ。そうすることで力を貯められるんだ。貯めたらどうなるの？離したときに強い力で使うんだ。そうすることでいつもより早く作業が済んだりするぞ。すごいや。もっといい道具を作ればもっと貯められるから作ってみてくれよ。よし。なるほどね。お、スミックさん、ちょっとお願いが。いいところに極上の先輩が来たじゃないか。力の溜め方を詳しく教えてもらったらどうだ。力の溜め方教えて。お願い。それじゃあとりあえず牧場に行こうか。話があったんじゃなかったの？大丈夫？なぜドラえもんが。あれ、のび太くんも一緒なの？うん、道具を良くしたからそれを教えてもらいに来たんだ。それじゃあ早速やってみよう。わかったよ。それじゃあクワで説明しようかな。あ、今ある荷物は僕が持っておくね。さて、強化した道具を持ったら A ボタンを長押しするんだ。そうすることで力を貯められるんだ。その後 A ボタンを離すと強い力で使うんだ。今までよりも早く作業を済ませることができるよ。すごいや、頑張れ。それじゃあこの畑を一気に掘ってみたら。そうやっていつもいつも私に代わりに仕事をさせるんだね。ねい。あ、おー、二マス。すごいや。あっという間に耕しちゃった。ふー。でもちょっと疲れたかも。でも強い力を使うとその分体力の消費も多いんだ。使うときは体力に気をつけないとね。気をつけるよ。全然一気には耕してない気がするけど、なんでおるの？何してんの？のび太、朝早いじゃない。そうなんだけどね。何やってんのみんな。あれ、スミックさんに用があるんじゃなかったの？大丈夫？じゃあ銅の鶴橋やったらここが壊せるんじゃないかなと思うけん、ちょっと壊しに行ってみよう。多分あの黒い床を壊せるようになったはず。どうでしょう。これこれ。えい。あ、回数が必要ということか。ねい。ほら、壊れた壊れた。えい。こういう感じだわ。ねい。これは黒いところやったら、えい。まあなんか回数が、えい。節約できるけど、普通のこういう茶色いところやったら、まあ普通に掘った方がいいってことか。なるほどね。えい。なるほどなるほど。これでどんどん下に掘り進んでいけるわけやね。えい。あ、なんかこれ前に私、なんやろ。えい。あ、なんか掘っていって、一回外に出たら、なんかこの、何？一回分しかロープで降りれんようにリセットされとるっていうのと違ったわ。全然違ったわ。えい。普通に一回分降りただけで、その時行った最下層に、その時自分が掘った一番下まで降りれるようになっとるっぽかった。えい。数字をちゃんと見ようよ、私。えい。あ、てかあれやん。こっち壊した方がよくない？ほらほら。えい。いい感じだね。えい。まあ、この部分の下に、ロープがあるとは限らないんだけど。えい。まあ、でもこれで行ける場所が増えた。良きことですね。えい。てか、思ったんやけどさ、スーパー手袋やったっけ？あれさ、早く持ってって、岩を溶かしてあげないと、ワンコの餌はどうなるんですか？えい。ただ、スーパー手袋のヒントが何もないんよね。やけん、多分、ここまた、
続編みたいな感じのイベントがあるんじゃないかと思うんやけど、どうなんやろ。早く続編イベント来んかな。えいえい、ワンコが心配。えい、ちょ全然ロープないやん。えい、疲れ果てそう。えい、かなり疲れたってなりそう。もうすでに。えい、どうよ。えい、あー、ダメダメだな。えい、全然出てこん。くぅ、どういうことやねん。はぁ、かなり疲れてきた。帰ろうかな。帰ろうかな。さあ、私あれなんよね。カバンも大きくしたいんやけど、多分ね、今、カバンを大きくできるだけのお金はあるはず。どうも。お医者のこと最高の薬だと思わない？はぁ、一度この手で調べてみたい。お日様を？あ、ロコットと仲良くなったよ、初めて。あとちょっとやん。仲良くなる人。待って、ここは一体どこでしょうか？ここ西？西やね。はい、東方面に行って、とりあえずカバンを大きくしよう。え？寝れない。なんでそこではダメやったの？はい、15時まで寝まして。よっと！さあ、開いたかな。はあ、開いてないやん。18やったっけ？違う、15やね。え、今日は？はあ、木曜日。今日休みやん。どういうことやねん。ってことは、カバンはでかくできないと。あ、喧嘩してない？いや、別に用はないんやけどね。なるほどね。ってことは、まあ、カバンはまた今度ということだ。くっそ、たまたま定休日か。ずら。まあ、でも、ツルハシがグレードアップしたけん、よきよき。ってことで、今拾ってきたものたちを出荷して、よいしょ。もう花も全部出荷しとこうっと。あ、ってことは種を買うことができないじゃねえか。さあ、こんなもんか。うん、オッケーオッケー。どれぐらいのお金になるかなぁ。さあ、ここで、石材も。石材もだいぶ溜まってきたなぁ。あれ、なんでこれ使っとる？え、なんか、どうした？あー、そういうことか。あ、なるほど、収納箱の中に入れとっても、使えるんや、ちゃんと。え、石材って多分、あれよね、さっき、鶴橋を強化した時に使ったってことよね。え、違うかな。多分、そうやと思うんやけど。え、すげえ。4次元ポケットやね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まーたねー。さあ、ってことで、これで、まあ、より一層、地下深くまで採掘場が掘っていけるようになったけん、まあ、地下5階ぐらいから、いいものが出るって言っとけんね。頑張って掘っていこう。